やっほー、エミネーでーす。はい、今日はですね、最近ね、みんなからすごくすごくリクエストの多かったスキンケアを紹介していこうかなと思うんですけど、ルナルナで生理日をつけてるんだけど、まあ、3日前っていうことでめちゃめちゃ肌が荒れてます。なんだけど、なんかちょっと前に生理前も関係なくめちゃめちゃ荒れてる時期があって、なんかその時に比べたらだいぶマシになって、そのね、荒れてるタイミングで私スキンケアを一気に新調したんですよ。今27歳なんだけど、20代前半とかの頃に大人の人とかにさ、20代後半だったら肌の折り返しがやってくるよとか、肌質が一気に変わってくるよっていうね、忠告をめちゃめちゃ受け続けてきたんですけど、そんな一気に変わるなんてないだろうと思ったら、来た、最近マジで肌が本当に言うこと聞いてくれないんですよ。だからもう最近ね、一気にスキンケアを変えたっていうのもあるんですけど、最近のスキンケアが本当に自分の肌質に合ってるなと思って、今はね、生理前で肌が荒れてるんだけど、スキンケア自体はね、最近すごくいいものに出会ってね、スタメンが揃ったので、今日はね、それを紹介していこうと思います。それではスタート。ということで、まあ、せっかくだから、シャンプーとかさ、コンディショナーとかさ、そういうものも合わせて紹介したいなと思って、お風呂から始まっているんですけれども、生理前ってマジバカ眠たいやんか。それでもう睡魔に負けてしまったけど、お風呂も入らず寝てしまいました。もう歯だけはちゃんと磨いたっていうことで、まあ、許してあげましょう、自分のこと。そういう日もありますよね。はい。ということで、まあ、ちょっとすっぴんなんで、あれなんですけど、最近ね、私が使ってるのは、この、白のバームです。タヌマクレンジングバーム。こんな感じの、こう、バームです。なんかね、今までオイル洗顔を使ってたんだけど、まあ、あれもね、私の肌質にはすごく合うんだけど、もう圧倒的に最近やっぱ気になるのが乾燥。最近加湿器をつけて、もうね、多分暖房の乾燥もあるんだけど、水飲んでもなんかもう出るばっかりみたいな、肌に全然行き渡らないんですよ。だからなるべくスキンケアとか、まあ、クレンジングとか洗顔の状態で、肌から水分を奪いすぎないように頑張ろうと思いまして、こっちに変えました。これはね、妹がずっと使ってて、ずっとおすすめしてて、私も何回も使ったことがあるんだけど、ちょっと高いんですよ。値段がね、全然可愛くない。これだけの量しか入ってなくて、7000円とかするんですよまあなんだけど、やっぱこの年齢になると、やっぱね、こういうところにお金をちゃんとかけないと今後のね、肌が変わっちゃうなと思って、まあ、やっぱりね、クレンジングにお金をかけるようにしました。もしかしたらね、今後変わるかもしれないんだけど、やっぱね、これに変えてから肌の調子はね、すごく保たれるようになりました。これはね、しっかりと乾いた肌にのっけて広げた後、お湯を手につけて、こうやってくるくるくるっと優しくクレンジングと乳化させます。で、洗い流すんだけど、やっぱりね、毛穴の汚れだったりとか、この肌のもたつきとかまで一緒に綺麗にしてくれるから、お気に入りです。で、最近の洗顔は、じゃん。これもまた白なんだけど、わらぶきフェイスウォッシュっていうね、泡の洗顔料なんだけど、こういう感じの泡で出てきます。プチプラだと、まあ、キュレルの泡洗顔も大好きでずっと使っているんだけど、これ私が買おうと迷うよって買わんかったんやけど、たけちゃんがクリスマスプレゼントのなんかギフトにね、入れてくれてたんですよ。やばくない？私が買おうと思ってたやつが入ってて。ということで、たけちゃんのギフトの、アイテムです。センスいいセンスいいっていう感じで。塗っていきますね。肌の、ね、摩擦はなるべく抑えた方がいい。ちゃんと泡を立てて、肌を直接こすらないようにして洗うのをおすすめします。で、結構ね、敏感肌さんは、やっぱキュレルの方がいいかもしれない。どんなにね、高いスキンケア、いいものを使ったりしても、洗顔とかクレンジングの時点で肌にメイクがね、残ってて汚れが落ちなかったりすると意味がないので、しっかりここはね、自分の肌質に合うものだったりとか、いいものを使った方がいいかなって感じがします。はい、ということでちょっと流します。はい、ということで洗顔が終わりました。私普段そんなにニキビができないんだけど、生理前だったらね、絶対1、2個はできる。しかもさ、昨日と一昨日でもう食って寝て食って寝て押しまくって、もう顔がパンパンっていう、そして生理前でむくんでいるっていう、まあ最悪な状況なんですけど、シャンプー紹介していきます。じゃじゃん。なんて読むんだろう、オラプレックスっていうのかな。ボンドメンテナンスシャンプーナンバー4っていうね。これは美容室で多分使うようなシャンプーなんだけど、このシャンプーめちゃめちゃ良くて、私本当にやばいくらい、ちょっと今見せたい。
こういうさ、多分トーンの色だから客観的に見るとそんなにダメージは気にならないと思うんだけど、表面の毛とかもこう摩擦で結構ブチブチで髪が傷んでて、あとくせ毛もめちゃめちゃすごいんだけど、でこれに変えてから結構髪の毛がねまとまりやすくなったっていうか、あとこれ泡立ちがめちゃめちゃいいんですよ。もらってお気に入りと思って使ってます。でコンディショナーはまあいろいろ使ってるんだけど、まあ、このモレモの洗い流すヘアトリートメントです。私マジで本当に乾燥毛がやばくて、まあシャンプーとかもね合わせてダメージだったりとか乾燥毛とかに効くやつを使ってるんですけど、これは結構私の髪質に合ってて、乾燥してる髪の毛とかバサバサするよっていう人にはおすすめです。で普段はこういう感じのものを使ってるんだけど、今ねちょっと光で分かりづらいと思うんだけど、私結構髪色を先赤とかピンク系にキープしてるんですよ。トーン低めなピンク赤系の髪色なんだけど、それはやっぱりこうお家とかでもちゃんとケアしないとすぐに色が抜けちゃうんですよ。だから3日に1回2日に1回くらいこのプラタスシャンプー、ヒートケアシャンプー、ピンクシャンプーを使ってます。ピンクシャンプー使ってこのソマルカのカラーチェアジーピンクのトリートメントを使う。可愛いカラーにはしたいけど美容師毎月行くくらいのお金の余裕はないよって方は、やっぱお家とかでもねこういうカラーをキープするようなシャンプーとかコンディショナーとか売ってるので、可愛いからこそさマジカラー抜きやすいじゃん。だから保つためにやっぱこういうお家でのケアは必要かなって思います。まあ、そんな感じでお風呂の中とかで使うのは以上な感じなので、アートバスのスキンケアを紹介していこうと思います。それでは待っててねー。はい、そしたら今ちょうどお風呂上がったんですけど、まずもう顔のね乾燥をとにかく防ぐためにタオルで拭きません一刻も早く次の何かを塗らないと、もうとにかく乾燥が進んじゃうので、まず白のね美容液美容オイルをお風呂上がったら一番に塗ります。ちょっと乾燥し始めたくらいの時にもうこれをパーッとお風呂上がってすぐ塗ります。あ、ちなみにね、あのここにさよくさなんかキスマがついてるってよく言われるんですけど、これキスマちゃうからね、私アトピーがあってアトピー肌なんですよ。キスマではないので、あの皆さんハグお願いしますでまずこれくらい液を取ったらまず塗ります。最初にオイル塗っても大丈夫って思うと思うけど、これはあのブースター効果もあるオイルらしいので、最初にお風呂上がった一番に塗ります。このオイルをね使い出してちょっと今肌荒れがすごい中で言うのもあれなんですけど、めちゃめちゃ肌の調子が整え始めた。そんなにね安くはないオイルなんだけど、めちゃめちゃいい美容液成分も入ってるオイルだから、本当に私の肌質に合っててお風呂上がったら一番。これでまず水分を守ります。そして化粧水だったりとかスキンケアを急ぎます。はい、ということでスキンケアを始めていこうと思います。今から紹介するのは夜にいつもするスキンケアなんやけど、実はね今あの真っ昼間なんですよ。本当はメイク前はここまではしないんだけど、まあ、ちょっと今日は夜のスキンケアを紹介したいということで、お昼に夜のスキンケアをやります。なんでメイク前はメイク前で違うスキンケアをするので、そういうのはメイク動画とかするときとかにまた一緒に紹介したいなと思います。はい、ということでお風呂上がりに、まあ、このオイルを塗ったじゃん。でその後に化粧水を先に塗り込みます。白の酒粕化粧水、まあ、たっぷりと私は使えます。こういうねさらっとした化粧水をねあんまり使うことがなかったんだけど、この白の化粧水は今のところ大丈夫だし調子いい感じ。キャマランポーミョンくん、うちのね犬のね名前がおもちって名前なんだけど、私最近工業高校出身チャマランポーミョンくんっていうあだ名が新しくつきまして、そういうあだ名で呼んでます。チャマって呼んでる、チャマって。多分めちゃめちゃ美容液がめっちゃ入ってるやつを毎日使っちゃったらもうお肌がちょっとこう怠けてきちゃうのかなって感じはするんだけど、結構乾燥肌とかでさこの季節ってこうパサパサしたりピリピリしちゃったりするんだけど、鎮静効果が入ってるパックやからこのパックを一日の最後にしっかりつけて寝ると朝にはね肌がまたちゃんと整ってるので、メイクとかねする日とか特にこのパックを夜ちゃんと使って寝るようにしてます。もうこの時点でさ美容液オイルつけて化粧水を浸してその上からさらに追いパックすごくない？マジで。ちょっと前のね私のスキンケアはブースター使う時もあったんだけど、使わずに豆乳イソフラボンの化粧水だけで仕上げてたってくらいね、やっぱ怠りすぎると肌にガタがくるんですよ。見て頭長っ頭長っ。みんなお風呂上がりはさどういう頭になりますか？私はだいたいこうやって頭をガーって拭いてその後に巻きつけてインド人の出来上がりみたいな感じの仕上がりなんですけれども、みんなはどういう頭で過ごしてるのか地味に気になるところではある。温泉とか行くとさ
みんなさ、スキンケアやってる時にもうなんか髪の毛パーって取って濡れた髪の毛のままスキンケアしてんのよ。そのままスキンケアするの、え、邪魔じゃねって思うんだけど、私だけ？このパックね、とにかく液がひたひただから10分15分くらいでパックをします。で、終わったので、その次にキールズのクリアリーホワイトブライトニングエッセンス美容美白美容液、あ、違うね、薬用美白美容液でしたこの美容液ね、あのお値段は可愛くないです。可愛くないんですけれども、これはとにかく肌がもっちりしてキメがね整うし、まあ、美白効果はまだ実感してないんだけど、もう今のところめちゃめちゃいい感じです。で、ここからさらにさっきの使った白の美容液オイルをちょっと取って、気になる目元のシワとかね、乾燥しやすいところにだけオイルをします。やばくない？マジでもう最近保湿頑張りすぎじゃないと、気づいたらさ、目の下のさ、シワだったりとかほうれい線とかがね、なんかすごいくっきりついてて、すごい悲しい気持ちになっちゃうんですよ。別に年取ることが怖いっていうわけじゃなくて、私年取るのはすごく楽しみたい派なんですよ。なんだけど、やっぱり年相応の肌を保つとか、なるべく努力しながら素敵に年齢を重ねたいので、そういう自分を愛して楽しめるように美容だったりとか、まあ、年齢肌のケアとかはちょっと楽しみながらケアしてるって感じですね。はい、で最後キールズのクリームですね。なんかね、めちゃめちゃ重ためのクリームってオイリー肌さんとかは使いづらかったりすると思うんだけど、これはしっかりと保湿してくれるんだけど、重すぎず軽すぎずで、なんかちょうどいい感じのクリームです。で、最近さ、あのゼオスキンがめちゃめちゃ気になるんだよね。あれさ、ペラペラってこう皮がむけるやつだったっけ。なんか使ってる方がいたらよかったらコメント欄に書いてください。めっちゃ気になってて、で、乾燥気になるけど、そこまでやっぱ高いクリームとか手出しづらいよって方におすすめしたいんだけど、この豆乳イソフラボンのちょっとエイジングケアシリーズを私は使ってるんだけど、オールインワンジェルクリーム、これね、エイジングケアクリームじゃない方もめちゃめちゃおすすめです。ちょっと年齢肌が気になるなって方はこのエイジングケアの方を使ってみてほしいんだけど、こういう感じでこうプルンとしたクリームなんですよ。なんかジェルとクリームの間みたいな、普通のねタイプのジェルよりはちょっとこっくりと重ためだから、まあ、エイジングケア向きだなって感じのテクスチャーですね。で、目元はじゃん、豆乳イソフラボンのこういう感じのアイクリームです。これもエイジングケア用のやつを使っててこういう感じで最後塗ります。ここのバラシワはね、私そんなに気にならないけど、ここの目の下のシワがね、小じわが最近すごく気になるんですよ。だから寝る前にもしっかりと保湿をしておきます。はい、で、これめちゃめちゃおすすめしたいんやけど、トーンのフェイストリートメントスティック、スティック状美容液なんやけど、さーっと気になるとこに塗るとアイメイクのヨレとかも軽減されるし、こういうちっちゃい小じわとかがね保湿されて馴染んでシワのケアにもなるので、このスティック状のねトーンの美容液はめちゃめちゃ重宝してます。で、さっきお風呂の中で言い忘れてたんやけど、お風呂で顔洗う時とかメイクとか落とす時のお湯の温度をマジで気をつけてほしくって、結構ね熱湯で洗う方とかも多いと思うんやけど、人肌くらいのぬるま湯でしっかりと優しく洗うことをおすすめします。シャワーとかの直当てもあんまり肌には良くないから、こう優しくね手ですくってチャポンチャポンと洗うこと、あと髪の毛もあんまり熱いお湯とかで洗っちゃうとカラーがすぐ抜ける原因になるし、髪の毛がチリチリになっちゃう原因になっちゃうので、ダメージとか加速しちゃうのでね、どんなに頑張ってトリートメントとかして綺麗にしてもネットで流してたら意味がないので、そういうところとかはねちっちゃいことだけど気をつけることかな。また肌の調子が良くなったりいいものであったりしたら、ちょっとみんなに共有していこうと思います。はい、ということで、頭が長いままずっと話していたんですけれども、最初から最後まですっぴん肌で話す YouTuber だよということで終わろうと思います。みんなもね、なんかおすすめがあったらよかったらコメント欄に書いてください。はい、ということで、インスタグラムとかツイッターもやってるので、ぜひ遊びに来てください。最後まで見てくださってありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。